GMC サイクロンはゼネラルモーターズが GMC ブランドで生産していたピックアップトラック。GMCS-10 の前身であるそのままのハイパフォーマンスバージョンとしてプロダクションオートモーティブシステムズで1991年から1992年に生産された。1990年にユタ州のボンネビルスピードウェイで開催された。 ボンネビルナショナルスピードトライアルでピックアップトラックの世界最高速記録に挑み時速210マイルを記録した GMC がホモロゲーションを取得すべく開発、生産されたのがサイクロン。2年間にわずか2998台が生産されただけのため世界的に希少価値が高い。ピックアップトラックとしては過剰とも言える動力性能を持ち、 市販状態でも、停止状態から時速六十マイルまでの発進加速が四秒台、s s 一四マイル十三秒台、最高時速百二十五マイルということから、フェラーリテスタロスサゴロシの異名を持つ。エンジンは、シボレーアストロの四千三百 c c v 型六気筒オフのエルビン四型を、三菱 t d 零六から十七シータービン、ギャレット製水冷空冷インタークーラーで、 下級、GM スモールブロックエンジンのスロットルボディ流用、等のチューニングで、最高出力 280HP、4400RPM、最大トルク 49.8kgfm、3600RPM を発揮する。これに絞れイコルベットの4速 AT が加わり、トランスファーは、オールズモビルブラバダで採用された全軸35%、 五軸六十五パーセントで駆動力を配分する、フルタイム四輪駆動である。足回りはフロントがダブルウィッシュボーン、トーションバースプリングで、リアは板ネ、リジットアクスルを採用、その間に比べて2インチのローダウンが施されている。ブレーキはフロントがベンチレーテッドディスク、リアがデュオサーボドラムで ABS が備わる。ありがとうございます。